分リーグはちょっと下向いてるんだけど、あ、来たかなみたいな感じの。まあ分かってる、うん、ピコーン、うん、でも分かってない分にやるのが多分後々いいのか、そうそう、すいませんみたいなっていうとこから始まる感じ。え、これインターホンって映せるの？カメラでインターホンというか覗き穴っていうか、できなかったその時は魚眼みたいな感じで編集しちゃえば。そうね、魚眼のレンズがこれ魚眼レンズの中って映るのかなってやってみるじゃないですか。その場合はもう出てこう会話だけになってしまう部分があるから、うん、インターホンのカチャって入れて入ってなって、そこからなんかそのなんだっけ、あのあそこのところに向かって話す感じになるかな。それ笑ってる感じいくのかな。最初からブルコさんは笑ってる感じいくのかな。最初それ完全にセールスマンになります。笑うセールスマンになります。最初だけ笑顔だったらやっぱ不審に思われないよ、うん、うん、満面の笑みじゃなくて多少口角を上げていく感じで、うん、優しい感じを出して。あ、あります、ある、はい、ありがとうございます。で、B 子さんの最初のセリフだけちょっと電話っていうか少し遠い相手をイメージして電話越しで話す感じでやっていただいて、その後は A 子さんはもうチェーン開けて、チェーンありますけどちょっと対面してるんで普通の日常会話だと思っていただければ。それは基本的に電話越しとかないんで、インターホン越しとか全然ないんで、基本的に日常会話、最初はお互いの牽制し合いみたいな感じで含みを入れてもちょっと面白いかなって読んだ感想はあります。ビッコさんの最初だけ本当にその警戒心を持たさない、うん、絶対持たしたら開けてくれない、うん、でただちょっと用事があってきましたんでちょっとお話しさせていただけませんかという感じで、うん、本当にセールスマンみたいな素敵雰囲気でね、この壺買うと幸せになれるよ。これもいかがですか。今ならこちらも作りますよ。切りがいいとこまで切ってそこまで少し通して詰めていくでの何回も繰り出していくっていうのがいいんですが、うん、いかんせん時間がないものなんですよね。問題はそこなんですよね。一応シーン的にはその玄関の話はもうそこで終わってるから、はい、そこまでとりあえずじゃあ一回ドレン転換の、うん、ドレン転換の前まで、うん、シーンキーからじゃあちょっと栄養さんの声を誰かにやってもらいつつ、栄養さんの声、あ、栄養さん多分ここ声だけだもんね。栄養さんじゃあ僕そのままやりますんで、あ、そう、割っちゃってガス玉ねぎ、玉ねぎ普通に今の私の頭にはデパス 0.5 いかと思いながら、そうそう、私は1しか持ってないです。私は1しか持ってない。まだ初期表情的な感じ。奥さんや本物やからね。しかし包丁が切れない。包丁の切れ味が悪い包丁だ。包丁の切れ味が悪いったらね、あれしたうわーって言ってる。よいしょ、電源コード変えます。よいしょ、NG 集に使うやつ。NG じゃないですよ。メイキングみたいな。開け、インターホン。スタートが言えない。もう一回。はい。
うですが。はい、少々お待ちください。はい、回りました。リテイクお願いします。通常こういった事例はすいません、通常こういった情報開示はしない。あ、そうです。ごめんなさい、ごめんなさい。通常こういった情報の開示はしないのがルールなのですが、今回の依頼者があまりに異常というか、お二方にとって非常に危険な人物だと判断しましたので、通常こういった情報の開示はしないのがルールなんですが、今回の依頼者はあまりに異常というか、お二方にとって危険な人物と判断しましたので、本庄さんが現在交際されている榊優太さん、彼を送還している人物がいまして、ね、このまま放置しておくとお二人の命にかかることにもなりかねないと思いましてね。しかしこちらもリスクを犯す分、ただで情報提供というわけにはいかないんですよね。わかりますよね。本庄さんが現在お付き合いされている榊優太さん、彼をストーカーしている人物がいましてね、このまま放置しておくとお二人の命に関わりかねないと思いまして、しかしまあこちらもリスクを犯す分、ただで情報提供ってわけにはいかないんですよ。わかりますよね。このカメラで見えないとね。見たい欲しいね。それ撮るだけの係がしてる、うん、マイケルボタンです。これでも、ね。全部多分道具置いてってますよ。水平？はい、いや少し上。こっちに上げなきゃダメ。こっちもうちょいこう上げなきゃダメ。あ、なんじゃこれ。回らんち。すいません、まっすぐかどうか見てください。ちょっと上げたんだけど。もうちょいかな。もうちょいってことだった？リーベー僕の船。上げすぎねえか、これ。テーブル。違うの。ビャッツッチ。ビャッツッチ。
ルちゃんが死んじゃうよ。死なないで、うん、やめてあげて血を倒して。あ、名シーンやろうと思ったの。あなたトトロっていうのね。そっちじゃこうじゃん。あなたトトロ今死んでたんだけど。あなたトトロっていうのね。止まったらいい感じなんですけどね。うわあ。まずあの一発目鼻息だよ。そうね。すごいや。黒いと思うんだよ。うわあ。黒いだと思うんだよ。うわあ。カッツ。空切ったな今。ちょっとまた早い。え？俺下ろしてないまだ。そう。下ろしてない。見えてなかった。下ろしてない。してないけど、うん、また空気。うん。当てないから。当てなきゃだ。大丈夫ですよ。当たってもそんなに痛くないんで。うん。食べた。え、何？レビュータン私のもの。レビュータン私のもの。どなたですか？死ね。怖い怖い怖い。とりあえず出してみてって言われたらちょっとやだ。出ていいよ。
出してみて。まあそうですね、その先がとりあえず出してみてって言われるとどうする。いや、とりあえず出してみて出してみれって言われたら、それはいや、もうしゃべってくれるのさっきの話。ああ、それは自分で言わないとか。しゃべってくれると、うん、ちょっと舐めてみないかっていう。ほぼほぼ下ネタ、だいたい下ネタ。ちょっと、ちょっと舐めてみない。ちょっと味見してみないって。ちょっと味見してみようよって言えばいいでしょ。うん。甘いんだよって。そう。ちょっとこれ、味違うんだけど、ちょっと舐めてみないって。何喋ってんだろう。そういう感じが出た方がいい。そういう感じ言われたから、うん、あの子に。いや、いいよって言って、互いに目隠ししてやったの。そうそうそう。先行後行って。どうだった？表裏。興奮した？表裏って言って。興奮した？いや、いいっすね。いいっすな。いいっすわ。もうテンション上がっちゃうでしょ。お酒飲まないのにテンション上がっちゃう。いや、まあ、上がりますよ。それは。それでも窓開けて、玄関も開けて、夏、こんまいつも夏だったんですけど、開けて、昼間から。ビルの左でこう隠してお何してるかも関係ない。いや、やっていいよ。やっていいですか。うん。とりあえずやってみたら。いただきます。ああ、いいの。僕ね、両手を触れずに、触れずに、あの、射精することできるんですよ。あら、すごいね。想像でいっちゃう感じ。いや、想像っていうか、もう、あの、なんか V 字腹筋の要領で、下腹部にこう、何？鍛えちゃってるの。そう、あの、断ち切る前に射精します、うん、おお、その技を。未だかつてそれできる人に会ったことないです。何それ、だって男だからでしょ。いや、まあそうだけど、うん、そのなんか男の人に会ったことないですよ。手を触れずにできる人って。いや、分かんないよ、もしかしたらいいかもしれない。いや、ネットで調べたら持ってます。何、ネットで調べたの。ネットで調べたら変態だな。手を触れずに射精する方法みたいなの。あ、でも女の人もいるよ。そっちです。イエーイ。イエーイって飲まないよ絶対。こういうこと絶対しないです本当。なんかとにかくイエーイとかっつって飲むやからがね、もう本当に嫌いでね。それ私。そのやから私今。本当に。ふふっつってね。そういうね、話すると本当飲み屋やめろって言われるんですけど。でも飲み屋さんでしょ。どこちょっと困ります。具合悪いってどのぐらい具合悪いの？頭痛くなる。で、具合悪くて。じゃあもうエッチはできないってこと？いや、その酔った状態にしたことないから分かんない。うん。で、頭痛いし、ゲロ吐く。あ、ごめん、もう回ってる。飲めない方がいいと思う。いや、飲めないままでいきます。うん、いいと思う。酒とタバコ別に、ね、特に。私の酒とタバコは愛してるから、今、とりあえず。酒とタバコは別にやめないけど、こっちはね。こっちはね。こっちはね。こっちはね、年取っても。はい。いっぱい飲みすぎですよ。飲んだ、酔っ払ってないもんだって。ホワイトボードどこにあるのか分からなかった。大丈夫ですか？ないから。飲みすぎですから。俺には地下だけだよ。ノーンズ。あの、どうしたら、どっから始めようかな。そしたら、その手で、まあ、わーって、うん、帰ってきた手で、で僕が、じゃあ僕帰りますよ、先輩って、ちゃんとベッドに寝てくださいね。嫌だって言っていい？嫌だじゃないです。完全に酔っ払いみたいな。その感じでいいですよ。あの、まあちょっとそれで1、2分くらい、はい、1、2分ないか、ないとも何秒でしょ、はい、何秒な感じで、はい、はい、見てください。じゃ先輩、僕帰りますよ、ちゃんとベッドで寝てくださいね。やだ、いや、やだじゃなくて、ちゃんと
ベッドで寝てくださいよ。嫌だよ。じゃあ帰りますね。じゃあおやすみなさい。おやすみ。じゃあね。あ、OK です、OK 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 です。倒れそうまで。イエス。ごめんなさい。全然飛んでないよね。指が映っちゃってるのと、はい、服にかかってない。うん、そしてあのカメラジャンバーにかかるっていう。あ、ごめん。やっほー。ごめん。あの顔に かけるっていうよりは服にかけてください。顔は黒いんで、どうしても赤見えないんで、ちょっと先に何箇所かこう飛んでるみたいな、こういう感じで、この辺か、こういう、この辺、この辺あんまかかってない気がする、うん、手前に落ちちゃってる、容器が見えてる。こういう感じ、そのままやっていいよ。うん。おやすみなさい。産まないでしょ。一度与えてあげてください。じゃあゆうこさんも死んでる体のやつで、なんかエロいな。はい、これまたいでいいよ。ゆうこさんもうちょっと下がった方がいいかも、うん、下がる、はい、下、あの、下玉が多分玄関に出ちゃう。すごい動きしてる。お力入れなくていい。目開けなくて大丈夫？あ、開けてもいい、開けた方がいいのかな。目つぶっちゃいそうだ。どう？開けるか、開ける？開けた方が、うん、開けた方がはし、リアル感はあるけど、半目ぐらいでいい。半目。うん、で酔ってんだもん。終わりでいい。肩でいいのかな、こっちの方がいいのかな。とりあえず動かしてみて。こっちの方がそれっぽいか。うん。
かったろ。じゃあ分かったろ。すげえ、かっこいい。タバコが映らない。一応顔は見えなく、一応するんだシートベルト。絶対しないキャラでしょ、ナモリは。シートベルト。あ、もしもし、今は終わったからこれから帰るね。2、30分ぐらいかな。いや、ほとんどそれ見てないから大丈夫。トラック来るな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 。どうしましょう。これで口隠れてません。あ、結構あのもうちょっと後ろ。ちょ、こう、いや、体が後ろ。体が後ろ。あ、一歩下がってる。あ、こういった。そうです。口はどうですか。ちょっとこっち食べて。はい。口はどうですか。OK です、OK です。タイミングでいいですよ。ちょっと回してるんで。はい。はい、あ、もしもし。今ちょうど仕事終わったから、これから帰るね。途切れた。ちょっと待って、どうあれか、ちょっと待って、電気がそのまま走って。おー、またせー、またせー、お待たせちゃん。何があるだと。お待たまあ、初回はそんなもんだろ。また別で稼がせてもらうけどな。これ小さい。いい。もう一回やる。もう一回いきます。こっち向きながらこっちに意識してください。そしたら自然にあの言葉の周りが、周りが、うん、周りが、ああなるほどね。オッケー。あの行きます。寒いです。寒いね。急ぐわ。ちょっと待ってよ。急いじゃない。一回切れますか。ゆっくり。あ、大丈夫。そのまま行く。まあ、紹介はそんなもんだろ。また別で稼がしてもらうけどな。うん？当たり前だろ。うちみたいに小さいとこはうまくやらないとな。みたいな。どう？していいよ。わかりました。金森さん、ほんとお金大好きっすね。よし、今回も儲けそうだから、パートキャバでも行っか。金森さんのとこ、ほんと、すーれれれれ。はーい。ハマるとハマるよね。ハマる。金森さんのそういうところ、金森さんのそういうところ、ほん、そこに。ゆっくり行っちゃえばいいよ。その前に。あの様、はい、じゃんけん、じゃんけん、最初はグーじゃんけん、お、はい、入って、辛いのダメなんですって。入って、ちっちゃいのに、あの様、かぶってる、あー、ね、そう、もっとダメ、はい、こういうショック食べれないなら食べさせてあげましょうか。いや、大丈夫、こっち向いて。うん、味がしない。そりゃちっちゃいのは。スロットやのにスロットに。いやー、どうね、あの傷パンパンベルです。あ、起きた、ちゃ感想どうぞ。痛い。さあ、男子でだけじゃんけんです。最初はグー、じゃんけん、ゴー。
なんでチートパーしか出さないの。カズンではだって自分で買ってるからそんなに。無理やろ。パラで大丈夫。最初はグッ、ランケット。ただ、さっきの後から話してる。あ、うまいうまい。おいしい。あ、うまいうまい。酒が進むわ、ごまかせ。あ、これうまい。鼻痛かった。本当にやめなんだね。鼻食べてる人だったら、おいしいの。ごめんなさい、ごめんなさい。苦しんで、苦しんで。これマヨネーズいいっすね。うん。おまちゃん、ギブアップです。うまいうまい。めっちゃうまい。あ、めっちゃうまい。うん。けんちゃん回ってきたよ。ん？あ、タマさん回ってきた。おいしい。うん。やばい、超うめえ。あ、うめえ。うまい。無線なある。いや、もういい。もういい。やる気のないちょっとね感じでやっていただけると面白いかなって。これそれ続けたら顔見れなくなっちゃいますよ。うわもうやばい。もうねもうねつぼっちゃった。まあ、今日まあなんか、ね、実際見たところそんななんかでもなんかお客さんの方がその感じっていうからそっちで笑っちゃう。あれが決めるんだ。はい。ミクラメってミクラメあれね、あれだどの辺食ってんのそういう感じでしたよ、ね、だからなんかすごい会話がまだなんでいるんだと今日に限ってなんでいるんだ天使だけだったらまだ笑わなかったそういうとこですよしゃくれしゃくれ呼ぶのずっと思って笑ってましたけど今日に限ってどうしているんだまあまあ今回のね、まあ、映画ですねこんな感じでやりましたけどまあ結構和やかな感じでね現場をやっててまあなんか時間ないからポン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 ってやってちょっと休憩してポンポンやって休憩してみたいなねで飯食ってなんかまた撮ってみたいなやりながらねやってたんですけどなんかこうみんなやっぱりなんかそのこう演じてるときとのこうギャップがまた面白いっていうのはありますよね。じゃあ結構あの声だけ その演技とかも、ね、こうインターホン越しのやつとかが多かったから、うんまあ、そこはうまく合わせてるねっていう映画のあれなのでまたちょっと演技と違う間の使い方というかもうあると思うそれも面白かったと思うんですけど今回ファインダー越しに僕基本的にカメラを回してたんで見てたんですけど、うん、あこの人ってこんな表情するんだっていうかできるんだっていうのがもう一人一人全然違くてそのもう映画を撮ってるんだけどここで映画見てます状態がすごい面白くて苦労した点でもあるしそこがどうこの人を撮ればどうこのキャラを活かせるだろうってすごい悩んだ部分もありますけど面白かった本当に時々みんなにファインダーの、あのボタンカメラのボタンを押してとかって何人かも頼んだことがあるんですけどそれを見てほしいっていうのもあったんですよ。うーん、なるほどね。あの画面越しに見るみんなの表情ってすごい面白くて、うんうん、カメラ向けられたら人ってこんなに変わるんだっていうのが本当に思う。それやっぱりね、うん、あるかもしれない、うん、なんかこう見れない表情がみんなのね見れると思うんでやっぱその面白さもやっぱありますよね、うん、シチュエーションによってなんかその役にはまったこう感じやってもらってるところとかまあ、やっぱりなんかこう、もうなんていうのかな、監督冥利につきというか。で、やっぱり一人じゃなくて、なんかここでね、アロニアさんをちょっと借りて、まあちょっとね、あの、ピップルームみたいなカラオケルーム借りて、そこでみんなちょっと打ち合わせして、
ね、読み合わせしなきゃって言って読み合わせしてもらってやった時に、あ、意外とみんなできるんじゃんっていう演技できるんじゃんって思ってやばいなっつって逆に一番やべえなっつって俺とくちゃうのかなと思ってちょっと焦りを感じたのを覚えてますね。どうでした？2人とも今回の撮影ここ苦労した